はい、それではですね、本日は、グリーントランスフォーメーションに貢献する DR とはというタイトルでですね、私、エナジープールジャパンの代表取締役社長を仰せつかっております、市村からですね、いくつか、事例を踏まえながらご紹介をさせていただきたいというふうに思っております。そもそもですね、この我々デマンドレスポンスというビジネスドメインが何を扱っているかというのは、もうこれ皆さんもご存知のように電気という財でございます。で、この電気という財の特性は何かと言いますと、ご存知のようにですね、生活に不可欠な、代替の非常に難しい財ということが言えるかと思います。それを、経済学ではですね、需要に対する価格弾力性が低い財だという言い方で表します。で、これは、例えば電気をですね、例えばガスとか、水道とか、あるいは携帯電話なんかで代替できるかというと、当然できませんし、A という事業者から B という事業者に変えてもですね、基本的には価格の差異というのは大して見受けられない。私はこの話をさせていただくときに、やはりよく例えさせていただくのは、例えば富士山の山頂に登山をして、喉が渇いたときにですね、例えばそこにペットボトルが1本1万円で売っていたとしても、やはりその1万円を払ってでもペットボトルを買わざるを得ない。こういった財が公共財であり、電気も実はそれと似たようなファンクションを担っているんだということを紹介させていただいておりますが、まさに電気という財の宿命、これが需要に対する価格弾力性が低い財だということになるのかなと思います。したがって、そういう財の特性を考えるときにですね、2つの、原因があるのかなと。で、それはまず1つに電気という財が実動自動量でなければいけないということです。生産即消費、地産地消であれば望ましいと、こういう言い方ができるのかなと思ってます。もともとですね、じゃあ電気が蓄電、いわゆるバッテリーなんかを活用することでですね、そういった機能を付与することもできるんですが、実はそれがなかなかコストパフォーマンスという観点からも、また地政学的にですね、日本の場合は系統が国際的にも連携されていないし、一般的には 50Hz と 60Hz で明確に分かれていて、しかも自然災害が大変多いという国でですね、蓄電というファンクションが非常に難しいという、こういう特性もあると思っています。したがって、電気という財が公共財として、同時同量でなければいけない、そして蓄えることが難しいと、こういう理由も相まってですね、ある意味では公共財の中では極めて特異な、特性を有しているということはご理解いただけるのかなと思っています。昨今、水素だ、アンモニアという形でですね、使おうとしていますが、これ水素っていうのはご存知のように、電気と同じ二次エネルギーです。同じ二次エネルギー同士でコンバートしながら使っていく、その本質は蓄えることをですね、仮にそこにエントロピー、エネルギーの離散、拡散によってですね、そのトータルの量は減ってまでも、何らかの形で在庫管理ができればですね、いわゆる需要に対する価格弾力性を少しでも緩和しうるファクターになるんじゃないかというのがその本質にあるわけですが、それはやはり電気という財の特性を明確に表した、僕は一つの、水素とアンモニアの活用形態ということが言えるのかなと思っています。別にこの電気という財を扱うのは、日本に限らずヨーロッパもアメリカも中国も同じようなハンディキャップがあるんですが、特に我が国はですね、他の国と比べると格段に、過酷な条件にさらされているということが言えるのかなと思っています。ヨーロッパのある有名な、言ってみればエネルギーメジャーと言われている企業がですね、先日そこの日本側のトップがですね、先日ちょっとお話しさせていただく機会があったんですが、彼は日本というのはアイランドオブアイランドだと。そしてそのアイランドが7000も連なっていると。ヨーロッパ人からすると彼ら大陸文明ですから、日本の本州といえどもこれは島に過ぎないと。で、それが7000もの連なっていて、国際連携線もなくてですね、周波数が2つに分かれていて、しかも地下資源に恵まれていない、OECD 諸国の中でもですね、人口70万人にも満たないルクセンブルクの次に一次エネルギー自給率が低い。こ
こういった国でですね、どうやってエネルギーを安定供給するのか、どうやって環境に優しい電気を送り届けるのか、その現実はかなり過酷だというのはですね、ある意味、明確に言った言葉が、Japanese Island Island という言葉かなというふうに思っております。そして今、我々がの中で取り巻く環境としてですね、非常に忘れてはならないのは、電気代が上がり続けているという現実でございます。3つの局面に分かれているのかなと思っています。1つはですね、やはりオイルショックの時にですね、これは総リーフの統計で家計に占める電気代の割合をトレンドとして示したものですが、これやはり見ていただければお分かりのようにですね、電気代というのは、オイルショックを時点に急増し、で、その後、化石燃料に依存しない、その代表格が原子力だったわけですが、原子力を進めることによって安定していたんですが、3.11で福島第一でああいうような過酷な事故が起き、それ以降ですね、再生可能エネルギー、主力電源化を標榜したのが、当時の菅政権、2021年でございますけれども、その以前にですね、フィードインタリフ、固定価格買取制度というスキームが生まれて、再生可能エネルギーを大量導入することに舵を切ったわけですが、残念ながら、間欠性電源である不安定な部分も多分にあって、家計における電気代の割合というのは上昇していると。で、そこにダメを押すかのようにウクライナ危機が発生しているわけでございます。やはり需要に対する価格弾力性の極めて低い材をいかにですね、我々はアフォーダブルにお届けするかということを、事業者、電気事業者の一員としてで常に考えていかなければいけないというふうに思っております。その中で我々エナジープールジャパンという会社は、私が大手電力会社を2014年の6月に退社させていただいて、その翌月から、エナジープールジャパンを設立するために、スタートさせていただいたんですが、翌年、2015年に設立をいたしまして、ここにあるようにですね、毎年、一つ一つ、シンボリックなテーマを解決させていただきつつ、DR 事業としてはですね、一応日本ではトップランナーの一つとしてですね、認めていただいている部分もあるのかなと思っております。我々が今目指しているのはですね、太陽光を中心とした再生可能エネルギー、主力電源化時代におけるですね、需要側のリソースをいかに最適化していくのか、それを我々今、我々の事業戦略の柱に据えているというところでございます。で、我々のですね、ビジネスフローでございますが、我々、電力会社からの指令の要請に応じてですね、デマンドレスポンスを発動するわけですが、エベレストというシステムを使っております。で、ここに、いろいろな、制御システムが詰まっているんですけど、一番ポイントはですね、多種多様な DSR、ディマンドサイドリソーシーズ、需要側のリソースですね。これが工場であったり、業務用のビルディングであったり、あるいは太陽光のような、いわゆるその発電側のリソースも、当然のことながら、一つのポートフォリオとして入っているわけですが、これを適時適切に組み合わせて、エネルギーを最適化するというのが、我々の、事業の一番の柱になります。で、もちろん、これ東京のここは港区の、御成門というところがですね、我々の本社のあるところですが、我々の在宅勤務でやっていて、社員は全国に散らばっております。で、全部クラウド上でオペレーションをしていて、もし日本のクラウドが有事になった場合はですね、フランス及びベトナムからも24時間365日体制でバックアップできるような状況になっているということでございます。で、我々が再生可能エネルギー、主力電源化ということを標榜している限りにおいて、我々のコアコンピタンスになるのが予測の技術ということになります。需要家様の需要の予測、太陽光発電の代表とする再生可能エネルギーのその予測、そして JPEX の価格予測ということになります。で、一般的にはですね、太陽光がよく発電する時間帯というのは JPEX の値段が安い。その時に需要を生み出すことによって、より安価で、より環境に優しい電気を需要家様にお使いをいただく。その逆も真なりというのがですね、我々の予測技術の本質で、
で、それの目指すところはですね、再生可能エネルギーを生かしきるということになります。で、まあ、我々の事業領域が今そういった再生可能エネルギーの最適化ということになりますと、我々エナジープールジャパンというのは、ヨーロッパではフレックスプロバイダーという言葉がバズっておりますが、我々はまさにフレキシビリティサービスプロバイダー、略してフレックスプロバイダーということになります。で、その本質はですね、今申し上げたように予測3種の神器、つまり需要の予測、再エネの発電予測、それからマーケットの価格予測、これを、適切に自由自在に組み合わせて制御する。これを我々はポートフォリオと呼んでますが、この技術が我々のコアコンピタンスということになります。まあ、我々の大きな取り組み、こちらの前のページにも確かあったと思いますが、2つあるのかなと思っております。で、1つはですね、電力の需給逼迫対応ということになります。もう最近ですね、昨年の3月、電力需給逼迫注意報並びに警報というのも初めて、発動、初めてというか、まあ、2012年にも1回出てるんですけれども、まあ、10年ぶりに発動している、そういった事象がですね、ある意味では日常茶飯事、茶飯事に起こっています。で、まあ、こういったことをですね、回避するために我々はそのデマンドレスポンスというものを通じてですね、ネガワットを供出いたします。で、このネガワットを供出することによってですね、需給逼迫を回避するということになります。まあ、これ左側にあるのは日経新聞さんが取り上げてくださったんですが、まあ、政府の肝煎りで準備していた電価の宝刀を2017年4月の導入以来初めて抜いたというふうに書いてくださいましたが、まさに我々はですね、この需給逼迫対応がデマンドレスポンスのある意味ではその導入、日本で導入されて、まあ、今ちょうど10年ちょっと経ったわけですが、この10年間の歩みの中でですね、我々が一番フォーカスしていたのがこの電力の需給逼迫警報時の対応ということになろうかと思います。で、もう一つの我々が目指している戦略領域、その2つ目の柱がですね、再生可能エネルギーの最適化、オプティマイゼーションということになります。先ほど我々が予測3種の神器と言っている需要の予測、太陽光の発電予測、それから JPEX の価格予測、この3つの予測を適時適切にオペレートすることによってですね、何をするかというと、このオレンジ色でハッチングをした、まず需要の抑制、まあ、一般的には夕方、太陽光が陰った後のですね、ピーク需要をいかに抑えるか、で、それとある意味ではオフセットするような意味合いでですね、日中太陽光が一番発電している時間帯に需要を生み出すことで太陽光を生かしきるということができるのかなと思っています。もうすでにですね、九州エリア、四国エリア、中国エリア、そして東北エリアではですね、1年間のうちある一定の時期にですね、太陽光が発電しすぎてその出力を制御するというある意味もったいない状況が起きています。で、そういった事態がですね、少しでも回避できるように我々はその際には需要を創出し、それとオフセットできるタイミングで需要を抑制することでですね、言ってみれば再生可能エネルギーの利用の最適化のお手伝いをさせていただくというのが我々の一番のポイントになってまいります。で、こういった我々の取り組みをさらにですね、後押ししてくれるような政策が国からも出されました。それが改正省エネ法ということになります。これは昨年の10月、参議院の本会議場で岸田総理大臣が、コメントしてくださいましたが、大規模需要化のデマンドリスポンスの取り組みについて定期報告を義務化し、取り組みを促すことといたしましたと、大変我々としては心強いステートメントだったというふうに認識をしております。で、具体的にはですね、 DR を新たな評価軸として加えていただけると、ご存知のようにですね、省エネ法に基づいて原油換算で1500キロリットル以上の需要家さんはですね、毎年1回報告書を提出することが義務付けられています。で、その報告書の中にですね、DR の
内容もコミットをしていただくということになります。で、これは DR の、実績があった場合は、その内容をその報告書に記載をしていただくということになります。で、こういった動きがあることによってですね、ある意味ではグリーントランスフォーメーションという新たなキーワードが非常に重要になってくるわけなんですね。で、実はこれが、去年の8月、総理官邸で行われたグリーントランスフォーメーション実行会議の資料なんですが、この真ん中にですね、調整力の確保という項目がございます。で、実は調整力を供出するのが我々デマンドレスポンスなんですね。つまり需要が逼迫しているときに需要を下げ、太陽光の電気が余っているときに需要を生み出す。これは調整力に他なりません。で、こういう調整力を確保するときに、このグリーントランスフォーメーション実行会議で、明記されたのは蓄電池や水素アンモニアなんです。で、これはこれで大切なんですが、実はですね、 DSR 我々の領域メインドメインであるディマンドサイドリソーシーズの活用までは踏み込まれてないんですね。で、我々はぜひここの部分をこれから加速化させていきたいなと思っています。どういうことかというと、デマンドサイドリソース、需要側のリソースを活用する調整力の優位性というのはですね、まさに、この現状の課題、再エネの出力抑制が増加している。で、調整力不足がマーケット上顕在化していると。で、そういう時にですね、今、需要側のリソースをフル活用すればですね、需要側のリソースを活用するというのはどういうことかというと、これ、例えば、一般的に化石燃料が調整力を供出しているわけです。それが石油火力であり、LNG 火力です。LNG 火力は石油火力に比べれば、二酸化炭素減単位は低くございますが、それでも二酸化炭素を出すことには変わりない。で、その二酸化炭素を少しでも抑制するために、需要側のリソースを活用すればですね、これはカーボンニュートラルにも直結しますし、この需要側のリソースを活用することによって、ある意味ではデジタル化が必須になってまいります。で、このデジタル化を加速させることによって、太陽光がより多く生かされ、グリーントランスフォーメーションにつながるというのは、ある意味では自明だというふうに思っております。今、そういった取り組みを我々具体化するために、エネ庁さんと協力をさせていただいて、実証実験を行っています。2022年度、令和4年度のエネルギー需給構造高度化対策に関する調査事業というのをやらせていただいておりまして、DSR の潜在能力を検証させていただいています。現在、全国3つのサイトで、高速調整力のポテンシャル評価を行っているわけでございます。で、やはりですね、DSR を活用すれば、ややもすると化石燃料を燃やす火力発電はいらないんじゃないかというふうにおっしゃる学者先生もいらっしゃるんですが、それは評価していただいて大変ありがたいんですが、やはりローマは1日にしてならず、一朝一夕にはできません。現実問題として今回この我々3つのサイトを選ばせていただく間でもですね、大変多くのチャレンジングなテーマがございました。やはり、一つ一つ解明していくしかないと思っています。で、今回ありがたいことにですね、岸田総理がその3つのサイトのうちの1つ、山梨県の米倉山のサイトをご視察くださいました。去年の5月でございます。で、この山梨県の米倉山のサイトはどういうメカニズムかというと、太陽光発電で水を電気分解します。電気分解して水素を作ります。で、その水素と同時にですね、電解層を活用して、一時調整力に値する高速調整力を一般送配電事業者に供出すると、こういうモデルでございます。つまり、太陽と水で水素と化石燃料の代替になりうる高速な調整力を供出できるという、こういうプロジェクトでございます。電気事業者における課題というのはご存知のように再エネ主力電源化。で、これ、限界費用はキロワットアワーフィーは安くなるんですが、それでも固定費の回収、それから太陽光を中心とする再エネというのはこれ完結性電源ですから、太陽が照っていない時の電源をどう代替するのか、それは当然化石燃料由来の火力に依存するしかない。そういったものの統合費用というのはどんどん加算でいきます。で、したがって今や毎年電気事業法、つまり業法を改正しているわけです。
で、その改正する本質は何かっていうと、中央集権、つまり大規模電源を中心とした旧一般電気事業者、大手電力会社のイニシアティブからですね、分散型電源、そしてマイクログリッド等に代表されるような地産地消を進めていく。で、もちろん自由化とか安定供給とかいう新しいテーマもございます。こういったものをいかに融合させていただく、いくのか。それの柱になるのは、やはり脱炭素、カーボンニュートラルだと思っています。で、私はですね、そこにデマンドレスポンスを駆使しうる DSR と DER、分散型電、需要側のリソース、それから分散型エネルギーリソースを駆使しうるアグリゲーター、そしてその中でも太陽光を中心とした再エネの最適化ができるフレックスサービスプロバイダー、こういったものがですね、一定の貢献ができるというのが重要なんじゃないかなと思っています。というのはですね、安定供給というのはゲートクローズを前に境にして、バランシンググループ側と TS 側の責務が明確なんですね。我々フレックスプロバイダーは、バランシンググループ側の計画値同時同量の達成にお役に立ちたいというふうに思っております。つまりどういうことかというと、小売事業者と我々フレックスプロバイダーが力を合わせて、ゲートクローズ前の計画値同時同量を達成するんだと。で、そういった小売事業者とフレックスプロバイダーのアライアンスがいっぱいあって、最終的なラストリゾートとして TSO が存在する。こういったような役割分担がこれからの電気事業には重要であり、これこそがまさにグリーントランスフォーメーションのリアリズムであり、そこに我々フレックスプロバイダーが提供するデマンドレスポンスが最も功を奏する、奏功する部分だというふうに思っております。まあ、今申し上げたような話をこういった2冊の本にまとめております。もしご関心のある方は手に取ってお読みいただければと思います。ご清聴どうもありがとうございました。